スカフェ。はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。はい、ギリギリでスタジオに来ました。はいちょっとまだハーハーしておりますが、はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。坊主カフェです。はい、この時間は坊主カフェと申しまして失礼しました、お寺のこと、仏教のこと、それからお坊さんですとか、またあの沖縄の習慣やしきたりなどについてお話をさせていただいております。1時間の番組となっております。はい、そして今、お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市は普天間にあります神宮寺という真言宗の、お寺の住職を、預からさせていただいております金城良慶です。はい、そしてはい、FM ギノワンスタッフの今西めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすごい雨ですね。朝からすごい雨でした、ね、もういつまで降るんですかね。ねえ、なんかあの私のこの携帯の天気予報は、はい、こう最初はもう7時には止みますって言って、へえ、あ、そうなんだと思って、もう7時過ぎても降ってたから、降ってました、あれと思って、うん、8時ぐらいですかね、はい、もう一回見たら今度11時まで降ります。延長されたあれっていつ変わったんですか、あなたっていう、もうコロコロ変えるなよと、コロコロ変わるんですよ、もう思い一人こう携帯に突っ込みを入れてましたでもね、すごい雨ですよ ね久しぶりになんか降ったような気がします、ね、こんなにね、うん、思わずあのこのスタジオのねこの周り、はい、今の工事現場が広がってるんですけど、はい、今日はもうお休みなんですかね。お休みですね。やっぱもうあれだけ、これだけ降ったらちょっと危ないですもんね、はい、水たまりになっちゃってます ね重機とかね、多分下手すればのぬかるみとかに入ってね、うんうん、立ち往生しそうですもん ね、 そ う、 ね、そう、うん、そんなもう沖縄は今日はねもう本当土砂降りというようなお天気ですが、はい、ね、あのラジオを聞きの皆様ね、ネットなどで見ている皆様の、地域はいかがでしょうか、ね、あのうちのところはもうすごいピーカンだよとか、うちもうちもとかね、あのそんなコメントもいただければと思います。はい、でコメントはですね、FM ギノワンのホームページからこうコメントをいただくこともできます。またあのメールでですねコメントをいただくこともできます。で、メールのアドレスが797@fmginowan.com となっておりますので、ぜひともね、ホームページからまた、メールから、皆様の意見や感想やコメントをいただければと思います。はい、ということで今週も元気にね、行ってまいりたいと思います。はい、ではですね、ここで1曲、でもこんなちょっと雨の日はもうゆったりしたいなということで、この曲をちょっと選んでみました。マイケル・ジャクソンで Heal the World です。この辺に道ができたりもするのかね。ここにローソンから出るさ、はあはあね、入ったらいいですね。つなげたらね、便利で、まあ、使いやすそうだ、ね、うん、だから、下にこの辺に作るよりはさ、はい、なんかこう、ね、十字路に来た方がね、うん、
ぱりあれ大阪だとそうそうこんな道とか街ができるってないよね、うん、いや今梅田あたりがすっごい工事しててそうなんだビルとかを建て直して、うん、もっと使いやすくしていったりしてるんですよその建物の建て直しはすっごいんですけど今道路はそうそうなんですねそうだよだってあれよね去年アベノハルカス、あ、そうですね、登りに行ったもん、うん、アベノハルカスとかもできたしお坊さんのお坊さんの研修旅行で、うん、お坊さんどれぐらいかな2、3、10人ぐらいかな、うん、みんなでアベノハルカスのみんなで登ったんですかつぶつぶだったみたいなんだこの集団は人見のおじさんばっかりだからこうなんか携帯で写真を撮るのがないよねみんな60代とか50代とか、うん、若い何か若い人もいるでも俺とかパノラマでみんなわーっと撮ったりそうですごいすごいねもう怖いねあんな高いそこまで高いとちゃんと柵もちろんあるけど買ってはいるけどおーって人とか、ね、車がミニカーみたいになってるさ。でも、高すぎる。夜景もめっちゃいいですね。ああ、そうなんだ。うち昼間だった。昼間か。ランチ。ランチ食べて、食べる前に。食べてからランチしてから、午前中なんです。道はできないけど、建物の入れ替えというか、建て替えがあるんだ、うん、とかの今後さ、普天間基地が返還されたらね、うん、なんだけめちゃくちゃ広いですからね多分ディノワンスが変わっちゃうもんね、全く変わってしまうとか帰ってくるのかなっていううん、どういう使い方する？うん。長く有利を残してほしい。ねえ。昨日は通らないんですかね。なんかいろいろ案が出てるけど。うん、どうなってるんだろうな。ほらもう、浦添まではもう、うん、決定コメント作ってるさ。その次、昨日はまでなのか。沖縄島でなのか、あとどこを通るのか、ね、どこを通るのか。そして今のルートだとさ、いつもさ、なんていうの、酒田のさ、酒田の西原入口の方とか、あれだとさ、もう大パチンがなかなか難しい。難しい。そしたらもうな、もう330を。330狭いさ。狭いし。そこに乗れるよ。ね、地下を通すのか、でも地下だったら地下だ、沖縄は無理だよ、あの産後あるから、産後なんて崩れやすい、うん、かかって多分、あのモノレールのあんだけの大きな穴を開けるのは無理だから、ね、まあできないことはないけど、すごいお金と時間がかかる、絶対コンベンション通った方がいいと思うねえ、ねえ、これね、道もあるし、いっぱいあるし、ほら、本殿の前って、もともとユイレールが通れるように作られてる、なんかその真ん中の中央分離帯とか、めっちゃ広いですもんね。あれは上に、こう、建てれるよ、そうそう、の設計だからさ、作れば、ねえ、作ればいいよ、本殿も中でもあるし、そうそう。お坊さんのつぶやき。はい、ね、お坊さんのつぶやきのコーナーですが、あ、その前にですね、はい、ちょうどあの先週の土曜日ですね、はい、にですね、東京から私大学の時の友達が、はい、後輩ですねが夫婦で遊びに来てくれて、はい、
やでも高校あ大学時代ですからもう本当20年ぐらい前、うん、でもう本当会うのも奥さんの方はたまにあの沖縄に来てたんで、はい、少し会ってたんですけど、はい、もう旦那さんの方は本当もう20年ぶりぐらい、はい、へでもあの私あれだったんですよこの、まあ、その大学時代の後輩なんですけど、はい、学校の後輩ではなくてあの、うん、バイト先のそうだったんですね。そうそう後輩で、はい、で、ね、もう本当あの頃なんですかね、もう毎日飲み明かしていて学生だったので、ね、はい、で、もう本当に週ね1週間7回やったら、うん、多分週に8回ぐらいやってるんです。そんなに毎日毎日。そうそう、昼もあって、はい、夜もあってみたいな。そうでもよく飲んでってとかね、はい、で、あのよく朝バイト。夜飲んで、はい、もうそのままずっと飲んで、うんうんうん、結局も帰らないでで朝バイト一緒に行くって言って、はい、このもう朝の4時とかに、うん、このバイト先 の、はい、あの店の前で2人でゴロ寝してたりとか、うん、そんな後輩そんな後輩が来てですね、うん、あれですねあのもうそんだけこう、まあ、密なこの付き合いを、ね、はい、してたんで、うんうんうん、もうね、本当20年ぶりぐらいに会っても、うん、なんかもう全然違和感はないですね。そんなに久しぶりでも。そう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 。うん、な元気みたいな。なんか懐かしかったですか？懐かしいですね。20年ぶりだから、ね。そうそう。で本当はお互いまだ20ね20歳とか、あちらも多分まだね19とかね私は下なので、はいはい、ね、そういう年ですけど、うん、そうだからもうその子当たり前ね2人ともまだねあの、うん、そんな。結婚してるとか、あの私のねもう子供もいるとか、はい、そう、それであのうちの子供とねあの一緒に遊んで、いたんですけどね、なんかそれをこう旗から見て、はい、なんか変な感じここはちょっと違和感も、ね、あの頃のこう一緒にね毎晩飲んでてねいろんな遊びに行ったり、はい、もちろんね一緒に汗流してバイトしたりしてね、はい、熱心した人がこう今や自分の子供と遊んでいるっていう、ちょっと変な感じ。そうそう、変な感じ。ね、まあ、そんなね、ちょっと週末にね、こう東京からね、こう後輩夫婦がね、うん、来てくれて ね、楽しかったですね。なかなかね、うん、ね、どうしてもね、もう最近はね、私向こうもですしね、仕事ももうね、40代になるとなかなか、はい、なんて管理職だったりとか ね、まあ、私もね今お寺の住職ですし、はい、そうそうお寺開けられない。そうですよ ね、すぐに会いに行ったりとかねできないです。そうそうかね、本当にもうなんかもうなんだろう、全然もう向こうはフェイスブックとかもしてないので、はい、もう全然近況もよくわかんないんですけど、うん、聞いたらまあね、まあ、もちろん頑張ってますよと、うん、もう今結構あのこうなんかコンビニで働いてるんですけど、はい、もう会社の、まあ、だからもう普通に別にお店の人ではなくて、はい、もうそのあのなんかもうグループマネージャーみたいな感じで、うもう結構 何十店舗も見てますって言って、君がかみたいなまあちょっとね そんな気持ちもあったんですけどね、まあまあ元気に頑張っているということでね、嬉しいあのちょっとね再会でしたね。そうそう、まあそうそうね、そ、まあ、そうやってそのちょっとねこう子供の話ね今も少し出ましたけど、またねうちの子がね、はい、まあ、あのお父さんちょっと教えてって言ったんで、ちょっと今日この話をしようと思うんですが、はい、あの仏教には、はい、このいろんな仏様いらっしゃるじゃないですか、はい、例えばあの観音菩薩っていうね、うんうんうん、仏様います。あとあの阿弥陀如来とか、はい、あの大日如来とか、はい、ね、これは何々菩薩、うんうん、何々如来あるじゃないですか、はい、これ如来と菩薩のこの違いって何、うん、っていう子供の話になって、あ、違いって何ですか、あんまりよく分かってないね。結構ねこう私もお坊さんだって知ったんですけど、はい、あの如来さんと菩薩さんっていうのは、うん、まあ、上下関係でいうと、はい、如来さんがまあ上おで菩薩さんはその下っていう、まあ、この扱いになるんですよね、はい、であの如来さんっていうのは、うん、もうこの仏教の修行を終えてもう悟りを開いてる方たちっていうのが如来さん、うん、で菩薩さんっていうのは今修行中、うん、へ、悟りをこう目指して今頑張ってます、はい、菩薩さんそうっていうのが菩薩さんっていう、こう、まあ、こう違いなわけですよ、はい、うん、でだからあの阿弥陀如来さんとかも、うん、みんななんとか如来さんっていうのは要は元なんとか菩薩さん、そうそう、如来さんになる前はもちろん菩薩さんとして修行をしていて、まあこう無事に修行がこう成功したというんですかね、で如来さんになったと、そういう、こう違いがあったと、あると
うん、なんで例えばこうこの、ね、仏像とかね、まあ 絵、はい、絵でもいいんですけど、こう仏様を見たら、はい、まあ、着てるこの服装とかこうなんかこの飾りとか、ね、はーはー見ると如来さんっていうのは、うん、すごい質素な格好なんですよ。うん、もうこの衣だけ着物だけをこう着てて、はい、羽織っていると。はーはーはー。でそれに対して菩薩さんというのは、はい、もちろん衣を羽織ってるんですけど、うん、プラス例えば冠をかぶっている、うん、あとこう腕輪とか、はいはい、こうネックレスとか、はあ、イヤリングとか、はいはい、すごい装飾品を、まあ、じゃらじゃらつけて、これが菩薩さん、はい、だからもう例えばだからメイグがねどっかお寺とかに行って、うん、見てても仏像見てもこれなんていう仏様だろうって、まあね、たまにねほら下にこれは何々菩薩ですとか、ね、はい、観音とか書いてあればいいんですけど、うん、まあ、書いてない場合でも、うん、仏像を見て仏さんを見て、はい、質素な格好をしてれば、うん、如来さん、うん、ですごいきらびやかな、うん、こう装飾品をつけていれば菩薩さんと、あ、そういう違いで見分けたらいいんですね。そうそうそう、それで、まあ、まずね分かるんです、うんうん、ね、こうだからね結構ほら今ね京都とか奈良とか、うん、お寺で寺ね、皆さんこう観光に行く人ね、はい、たくさんいるけど、はい、結構もう皆さんもう特にそういう知識もなく行って、うん、わあ綺麗ですとか、はい、なんかこう神聖な気持ちになりましたとかね、はい、あるんですけど、うん、ぜひもう一声こうつけてね、うん、あ、せめてね、あ、これは如来だ、あ、これジャラジャラしてるから菩薩さんだみたいなね、うん、はい、そういう風にね見たらね、ちょっとまた一歩こう観光が楽しくなるじゃないですか。そうですね、うんうん、菩薩さんはそうなんで装飾品が多いんですか。あ、そう、これはですね、要はこのね、うん、菩薩さんは今修行中と、うん、ね、今悟りを開こうということで、うんうん、まあ、まだ、まあ、ちょっと言ったらあれですけど未熟なわけじゃないですか、はい、なので要はまだ自分自身でこう、うん、なんかこう 内側からはい、虹なんてこう溢れ出てくる輝きがないあということで、ちょっと外からお借りしてきて、はい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 、こう輝かせようと。で如来さんはもう悟ってると、うん、もう内から出る輝き、そうそう、もうそんなもう外からいりません、ね、もう十分自分自身が輝いているので、もう質素でいいんですよ。あ、そういうことですね。そういうまたね、そう、なんでこの、ね、如来さんはそういう格好なんですか、うんうんうん、菩薩さんはそういうねこの佇まいなんですかって言って、そういうもちろんこうバックボーンというかね、はい、意味があるわけですよ。面白いで、ね、また一つ面白いのがあって、うん、この大日如来っていうね、はい、仏さん、はい、如来ってついてるので、うん、こう質素にしてるじゃない、はい、わけじゃないですか、うんうんうん、でも違うんですよ。うん、大日如来は、はい、如来ってついてるんですけど、はい、例えば冠もかぶってるし、こう腕に輪っかがついてたりとか、はい、装飾品がすごいんですよ。で、ね、例外なんですけど、これなんでかっていうと、うん、この未熟だからではないんですよ。うん、大日如来さんっていうのはこの、はい、まあ、真言宗とか密教では、はい、このもう仏の中の仏、おもうこの一番の中心になる仏様が、はいはい、この大日如来になるんですけど、はい、この大日如来さんというのはもうすごい仏様なので、この内側から溢れ出てくる輝きが冠の形になって出てきちゃったと、いうことで、大日如来は如来っていうこう名前、この位なんですけど、例外的に冠をかぶってるし、腕とかこうイヤリング、ネックレスとか、はい、そういう装飾品を身にまとっている。そうなんですね。そう、だからね、他の菩薩は外側から来てる、はい、大日如来だけはもう内側からもう溢れ出しすぎてもうこの要は、ね、形が具現化してるんですかね。へえ。面白いんですよ。でこうやって仏像とかね、こう仏様を鑑賞すると、うん、へーって、ね、そういう風に見たら面白いですね。そうそうそう、ほら先週、はい、当時の紹介させていただいたのが兜跋毘沙門天、うん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 、ね、その兜跋っていうのはその古いチベットの、ね、はい、国で、でその頃のチベットね、こうもうすごい軍なんですかね、もう軍国家、うん、もう本当にすごい武力国家で、はい、もうチベットその兜跋の、うん、
もう兵隊というのはもう強さの象徴だったと、うんうん、なんでその毘沙門さんに討伐の国の兵士の格好をさせるっていうのはもう力の象徴を表してて、うんまあ、要はその悪霊退散とか悪いものをこう追い払うっていうもこの本当にもうパワーのもう権限みたいな、うん、そういうのであの、ね、結構いろんな仏教の仏さんっていうのはそういう結構なんですかね、うん、こうなんでこういう格好してるのかって言ったら実はこうそうへえみたいなあるんですよね。だからもう本当にね他にもたくさんあるし、はい、でやっぱりこのインドで生まれてこの例えばシルクロードをね、はい、あと通る間にいろんなこのアジアのちっちゃい国を中央アジアの国で、はい、中国朝鮮半島日本できてるし、あとは逆にこう南方の海を通ってくればタイとかミャンマーとかね、うんうんうん、ああいうこの海岸沿いの国ももちろん通ってくれば、はい、もういろんな国を通ってくるから、うんうん、変な話このインドだけの、うん、インド人だけが分かる分かるでは仏教って生き残れないわけですよ。はそれが中央アジアに行っても通用する、うん、タイでも通用する中国でも朝鮮半島でも日本でも、うん、どこでも通用するっていうやっぱりこの仏教のなんですかねこの、これどんどんやっぱ仏教もどんどん消化していかないと、うん、もうどんどん切磋琢磨してね磨いていかないといけないわけですよ、うん、なので本当に日本にこうもうたどり着いた時の仏教っていうのはもうすごいいろんなところで揉まれて、うん、そこで一生懸命生き抜くためにまたさらに進化して、はい、でまたそれが次の国に行って、はい、そこでまたなんか仏教っていまいちだみたいなとか、うん、うちの国には合わないとかなってやられて、うん、でもそれでも負けないで、うん、またそこでこう一生懸命その国にこの、うん、人にもこう納得してもらえるようにその国でも根付いてもらえるようにってまたそこでちょっとこう一生懸命この進化をして、うん、っていうのは本当にもう日本に来た時にはすごいもういろんな知識とかいろんな経験とかいろんなこの国の本当にいいところをいっぱいこの吸収して、はい、それで日本に来てるから、うん、だから言ってしまうと日本にたどり着いた仏教と、はい、インドで初めの頃に起こった仏教というのは、はい、同じ仏教で名前をね、うん、一緒でもやっぱりだいぶ中身とか変わってくるんですよね。だいぶ進化したものになってるんですかね。そうなのでだからもう一概にじゃあどっちがいいんですかっていうのは難しいわけですよ、うん、やっぱりねオリジナルのインドのオリジナルの仏教には仏教のいいところがあるし、うんうんはい、でやっぱりもうそれだけこう磨かれて、うん、でもういろんなこうねもうこう観南真空をこうね、うんうんうん、歩んできた日本にたどり着いた仏教にもやっぱりいいところがあるし、うんそうね、どっちがいいとかどっちが悪いとかどっちが上とか下とかのあんまりもうここまでナンセンスなわけですよ、はい、そうかそうそうそれじゃなくてあ日本の仏教はこういう形、はい、形とか考え方とかあこういうもんなんですね、うん、で捉えていただいたらいいし、うん、でインドのはインドのでもちろんいいし、うん、でお互いに仏教っていう名前はこう共通でもでそう違いがあるっていうのをこう、うん、いい、ね、なんかこう受け入れるでこう見ていただけると楽しいんですよね。ね、面白いですね。 それがやっぱりねもう本当だからその菩薩さんとか如来さんにしても、はい、要はお釈迦さんがいた時代には、うん、そういうくくりないんですよ。あ如来とか菩薩っていうのはもっとお釈迦さんが亡くなった、はい、もっと何百年も後に、はい、そういう発想をこの仏教のお弟子さんたちが、はい、作ってというか、はい、話をしているうちに、うん、こうじゃねえかじゃねえかってもう本当お釈迦さんの教えをみんなでどん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 研究していったら、うん、実はお釈迦さんのこの言葉っていうのは如来さんを指してるんだ、うん、この言葉は菩薩さんだお釈迦さんは如来とか菩薩とは言ってなくても、うん、お釈迦さんの言葉の中にもう如来の教え、うん、菩薩の教えっていうのが出てきてるから、うん、それをじゃあ形にしようって言ったらこう如来菩薩で、まあ、他にもね明王とかねいるんですけど、うん、っていうのがどんどん出てくるということなわけですよ。そういうのはもうね本当にやっぱり仏教お釈迦様が今から大体2550年ぐらい前の方なんですけど、うんはい、もうそれだけの歴史があるんで、うん、もうね勉強しようと思ったらもう一生かかってもねどんなに勉強しても多分ね人の一生って80年ぐらいだと思うんですよね、はい、勉強できるのはね。2500年のね歴史を80年で学ぼうっていうのはね、まあまあです。まあ大変ですね。まあ大変ですね。まあでもね、そういうこともあります。でちなみにですね、はい、まあねその如来菩薩の話をしましたが、はい、神宮寺の
あの本尊さんは、はい、あの観音様、うんうん、で観世音菩薩とかね観自在菩薩とか言いますけど、まあ、大体観音さんと、ね、うん、あの皆さん親しんで呼んでますね、うんうん、はい、であの観音さんというのは、まあ、この字書いたらね音を見るって書くじゃないですか、はい、音を見る、はい、でこの観音様は何の音を見てるのかっていうと、はい、この要はこう今例えば車が通ってるこう車の音とかね、はい、なんか鳥が鳴いてるあのさえずってる音とかではなくて、はいはい、あの私たちのこう心の声とか、うーん、悩みとか、はい、願い事、うんうんうん、それをこう聞いてくださる仏様、っていうのが観音様なんですよ。そうなんですね。で大体まあほらあの聞き上手な人って人気者じゃないですか、うんうん、あの俺が俺がっていう人は、はい、だんだんこうみんな避けていきますよ、ね、あはいはいぐらいの、うん、でもね聞いてくれる人のところって人がたくさん集まるじゃないですか、はい、ちょっと聞いてみたいな、うんうん、あどうしたのみたいな、みたいなね、それと一緒で観音さんはだから聞き上手な、もう何でもこう受け入れてくれる、へ、とことん話をこう聞いてくれる、悩みを、うん、あの受け止めてくれる仏様っていうので、うん、やっぱりあのとても人気があるんですよ。やっぱね、いろんな、ね、菩薩さんいますけど、はい、多分なんとか菩薩って言われて、はい、やっぱりあの 有名なのは例えば観音菩薩とか、うん、地蔵菩薩とか、ね、はい、このお二人かなと思うんですけど、うん、そういう意味でやっぱりそのいろんなたくさんいるかんあの菩薩の中で、うん、なんでその観音さんがっていうと、まあ、こういう特徴があるから、こう個性があるからなんですよね。うん、そうなんですね。そうそうそう、なのでね、ぜひあの皆さんなんかこうちょっとあの人に言えない悩みとかね、はい、あのちょっと、まあ、誰に言っていいのか分かんない、うん、どこで吐き出していいのか分からない、うんうんうん、ね、ということがありましたら、はい、あの神宮寺の観音様に、うん、はい、お参りして、ね、あの思いの丈をぶちまけていただければ、はいはい、ね、もうこうすっきりとしていただければと思いますんでね、うん、ぜひあの観音様にお参りをされてください。はい、はい、ということで、ね、お坊さんのつぶやき、今日はね、こう如来と菩薩についてのお話をさせていただきました。では、ここで CM を挟みたいと思います。英語でコメント本当だが知りたい内縄の崇高。はい、続いて内縄の崇高のコーナーですが、はい、その前にね、外国の方ですかね、アルファさん、そうです ね、コメントいただいてます。英語でコメントいただいてます、ね、Excuse me, what is Bose Cafe?、ね、あの Bose Cafe、 Bose っていうのは、まあ、日本語で答えてもね Bose、 お坊さんをちょっとね、もじってます、はい、一応ね、英語で一言書いておきましたがね、はい、でしかもだとね、少林寺のお坊さんみたいですね、はい、まあ、はい、お坊さんですかね、はい、お坊さんです、はい、合っております、はい、コメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごいな、外国の方が聞いてくれてる、見てくれてるということですかね、ありがたいですね、はい、で続いてはね、こう内縄の崇高のコーナーですが、はい、まあ、前にも話したかもしれないんですけれど、もうちょうどね、先週もちょっとこの、あるところでお話になって、はい、この沖縄のお位牌って、うん、こう、ね、普通はお位牌ったら、ね、亡くなった人がこう祀られてる、はい、もちろんところですけど、はい、お位牌ね、その、で祀られてる、要は供養するわけじゃないですか、うん、亡くなった人で、もちろん沖縄のお位牌もこう先祖とか亡くなった方を供養するためのものでもあるんですけど、はい、プラス家系図になっていると。家系図、はい、で、うん、ね、たくさんだから
普通ね、あの県外だと、はい、例えば金城家、うん、先祖とか、うんうんうん、今西家先祖とか、はい、この名字だけが書いてあって、そうです、ね、あの特にこう個人の名前は入らないじゃないですか、うん、あの沖縄の場合はみんな入るんですよ。みんな書くんですか？そうそう、一人一人もおじいちゃんもおばあちゃんもひいおじいちゃんもひいおばあちゃんも亡くなった子供も、はい、なのであのこのお位牌がこう要は横に広い、うん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 、でこうバーッとよくあのほら県外のお墓に行くと、はい、あの墓碑、うん、墓碑この亡くなった方の名前が墓の横の方に刻まれるじゃないですか、そう、あれが沖縄の場合お位牌になってると考えてもらったら分かりやすいかなと、県外の人だと。だから普通ねお位牌っていうとこう一本のポーンっていうね、うんうんうん、形をイメージね、はい、沖縄の場合あれが 横にわーっと広がって本当にみんな名前が書いてあると。じゃあこう何代も上の人もそうそう残ります。で先週、あ先週じゃない 2,3 日前も、うん、はい、お伺いしたお家でもうすごいパイエのお名前があって、であのやっぱりねこの古そうだったので、はい、もうこれはどれぐらいですかとか、うんうんうん、こうどういうあのこう 何代前ですかとか聞いたんですけど、うん、もうこう今の人たちは分からないの、もう分からないぐらい、はい、もう昔からこう、まあ、預かっているというか見てるんですは、もちろん見てるんですけど、はい、あのねえみたいな私たちも分からないんですよみたいなあそうなんですかって、であのせっかくなんで、うんうんうん、あのちょっとこうあの見ても近くに寄せて見させてくださいって言って、うんうんうん、でこのこう札がお位牌のこう名前が書いてあるのが全部外れるようになってるんですよ、はめ込み式になってて、はい、でこう裏の方にあのこうまたいろんな情報が書かれてるわけですよね、うん、はい、で見たらあのこの権流年代とか、はい、あの漢方年代とか、はあ、同時とか、はあ、あの中国の暦が書いてあるわけですよ、要は昭和何年に亡くなったとか、ね、大正何年亡くなったとかね、うんうん、の一緒で中国の暦なんですか？そうそう、権流の50何年に亡くな、何月何日に亡くなったとか、同時何年の何月何日に亡くなったとか書いてあるわけですよ、うん、で、まあ、一応この遺族の人にも何人かそういうの興味があるとか知ってる人がいて、うん、でこれ古いですよね、中国の暦ですよねって言って、うんうん、そうですね、で私だからもう、ね、仕事から、はい、なんていうんですかこの中国のもうその大体300年ぐらい前までの年号の一覧表みたいなの持ってるんで、うん、ああそうなんですね、だこれを見ながら、あじゃあ この方が一番古いですねとか、あこの方がその次とか、じゃあ順番で言うとこうこうこうみたいな並べてあの話をしてたんですけど、うん、でやっぱ一番古いのがこの権流という権流、うん、まあ、要はあのその時代 あの中国の皇帝の名前ですね、うん、権流帝という王様が皇帝がいて、で権流帝のだから5年っていうと、はい、要は権流帝が即位して5年目、うんうん、まあ要は、まあ、日本もそうじゃないですか、ね、平成29年というのは平成天皇が即位して29年目、うん、それまあ分かりやすく言えば、うんうん、なのでまあその権流とか同治っていうと要は権流皇帝の時代、同治皇帝の時代、うん、で権流皇帝というのは権流年代が一番古かったんですよね、うん、今回の中では。それで確かね1794年でしたかね、てかまあ約220年ぐらい前、そんな前からお家にあったんですね、うんうんうん、そうそうそう、すごいすごい古い、もうとかもうね、うん、全然に沖縄でいうともう琉球王朝時代、ね、日本でいうともう江戸時代のお位牌、はい、すごい残ってるんだ。で何人かやっぱりその遺族の方もなんか古いのがあるとか、ね、本当にその中国、うん歴の位牌があるっていうのは、うんうん、あの皆さんなんとなく分かってたけど、うん、じゃあ実際に1794年って言われたらみんな、うん、1794年みたいなびっくりですよねみんなもうこう興奮してですねえうちみたいな、うちこれうちのご先祖様なんですかいやじゃないですかねお宅のねお位牌を今開けたんですからねそうですよね、そうそうそう、本当にそんな感じで、これが面白いんですよ、ね、歴史が見えますね。こうね、やっぱりどうしてもほら県外のだと、まあ、1枚板だと、うん、でそこまで細かいのは書いてなかったり、ね、するじゃないですか、まあ、もちろん書いてる時もあるけど、う
沖縄の場合その辺もこう細かく書いてあるんでね、あとその方だけじゃなくて、あと中国語歴の方が6人ぐらいはいたと思いますね。へー、そんな、なんか大切に残してあったんですね。そうですね、ねやっぱり多分ね、すごいその時代はもう名門なお家だったということですよ ね、うん、だってやっぱりね、その頃いわゆるそのまだ琉球 王朝時代、はい、200年前だと、はい、あんまり庶民はまだお位牌って持ってないはずなんですよ。うーん、だから多分なんかそのお家はいわゆる庶民じゃなくて、はい、多分この侍とか、ね、その上流の階級のこの名門のお家だったんじゃないかと、うーん、と言ったらやっぱり遺族のね、本当家族たちもじゃあうちのご先祖も偉かったんだねそうですよ、改めてね、はい、もっと誇りに、ね、こう思っていただいて、こう自慢してくださいと、でもちろんお墓も持ってて、うん、お墓の中にこの古い遺骨骨壺があると、うん、はい、でそこにも確かに何かいっぱい書いてあった、うん、だからもうぜひで その記録とか、はい、なんかこう写真とか、うん、残してますかって聞いたら、いやそこまではしてないとおっしゃってたんで、もうじゃあ次お墓を開く、ね、うん、何かの時に開けるタイミングがあれば、うん、もうこう記録として、ね、うんうん、もうお家の宝ですから、はい、うん、ね、残して、ね、こ うちの、ね、こう家系図のこう作る時の、ね、この参考というか資料というか、うん、したらもういいですよとか、ね、思想に喜びますよって言ってね、うん、そこにもあったんですよ。本当そんな感じでね、うん、こうね、自分のルーツ、ね、もちろんね絶対どっかにつながってるわけじゃないですか、はい、いきなりね親の代からこの地球に誕生しましたっていう人いないです、ね、そういうわけじゃないんで、どっかで必ずつながってるんでね、うん、それをしかも実は毎日目の前に見てたと、はい、よくねそこまで気にしなかったというか、ね、別に今そこまでね考えも思いつかなかったっていう本当人多くて、うん、本当はしょっちゅうありますよ。佐賀法事に行って、うん、ちょっとなんかお位牌古そうだなとか、うん、なんかちょっと気になる、うん、なんかこう作りが独特だなとかなると、うんうん、私大体もう興味があるんで、はい、ちょっとお話聞かせてくださいとか、うん、お位牌拝見してもいいですかって見るんですけど、うん、本当もうねこう遺族も毎日暮らしてる家族も知らない、はい、こう玉手箱みたいな、なかなか見ないですかね。そうなんですよ、まあ、いい意味で言うと、うん、やっぱ大事に、うんうんうん、大事なものの大切なものなので、はい、むやみやたらに触ってはいかんっていうことで、みんなもこう、もう恐れ多いみたいな感じで、もう触れたらダメみたいな。なるほど、うん、まあ、ダメではないんですよ。そうです、逆に、うん、ね、ご先祖様のことを知ることは、うん、子孫として、うん、ご先祖様の供養になるので、うんうん、それはいいんですよと、はい、なんか子供が何だろう、何か輪ゴムでこうパチンって当ててね、うん、なんかこう遊ぶとかそれはダメですよとかね、なんかとりあえずちょっと邪魔だからどかそうとか、そんなもちろんダメですけど、はい、いやうちのご先祖様がどんな人がいたとか、うん、どんな名前だったとか、うん、ね、何時代の人がいるんだとか、うん、そういうのをこう知るのにはもうお位牌が一番、うん、もうね、目の前にあって、ね、いい、ね、資料になるので、はい、それを知ろうというのは全然悪いことではない、逆にいいことなので、うん、それは触っていいんですよって言うんですけどなかなか、なかなかね。で、私が、ね、いると、まあ、坊さんも一緒だったらいいさみたいな、そんな感じでね、はい、見るというかね、なんでそういう風にしても見るんですけどね、はい、ぜひ皆さんもね、お家のこうね、お祭りしてるお位牌とかね、実家とか、うん、ほら沖縄はこのほらこの親戚、このムートヤーって言って、はい、一族の、はい、こうなんですかね、この本家みたいな、うん、ね、お家っていうのも大体あるんですよ。うん、なのでその自分のお家はまだおじいちゃんから始まってるとかね、はい、でもこのムート屋に行けば、うん、もう本当に誰っていうような何時代からの人なのっていうような古いお位牌も結構あるんですよ、うん、
なのでちょっとこう何かあのお盆とかお正月とかでこのムートヤのお家に行くことがあったら、ね、ちょっとうちのこのムートヤのお位牌は何年前からの人が入ってるのとか、ね、こうやるとね、そしたらね、例えばね、そのお家の人が、いや、うちのはもう200年だよとか、いや、分からないね、じゃあ下ろして、うん、あのみんなで見てみようとかね、はい、そういう風になると思いますからね、うん、ぜひそういう形でもお位牌をこう活用していただければなと、はい、思っております、ね、はい、ということでね、あの今日はこの沖縄のね、お位牌、とうとう名をね、あのぜひ皆さんあのじっくりと見てみてくださいというお話でした。はい、では、ここで CM? 曲ですね、はい、失礼しました、曲ですね、次はですね、もう今日雨が続いてますんでね、ちょっとこの曲を、アスカで始まりはいつも雨です。雨止んできましたね。ちょっと明るくなってきた、うん、空もコロコロ変わる。俺の天気予報も昼間からまた変わりましたね。晴れると言ってた。うん、そうね、もう11時からは降らないって言ってた。告知をしないといけないですか。あ、こちらも告知してから神社という格好の話をします。はい、今日はね、京都のお寺の楽しみ方ということで、うん、お寺というよりはお寺を楽しむにはこうしてみてくださいっていうちょっとこうお話をします。はい、この前さ、携帯鳴ったさ。鳴りました。デージュびっくりした。びっくりしましたね。訓練です。しかもあの時、カルチャースクールの授業中で。あ、授業中だったんですか。みんな、私はびっくりしたけど、それも受講者のおばさんが、あーって。で、こう、なんていうの、みんなのが一斉になるから。そうです。もう、一台だったらね、そんなおばさんになるけど。みんな、怖いっすよ。すごい大音量。パニック。俺は、あーと思ってすぐピッて消したけど、もう、なんかもうこんなになってるわけ。まず、携帯を探してください。取り出して、オフって。いやー、なんか特番の準備で、前日で、超バタバタ、リハーサルしてる途中になるから。あれもさ、こうやって持ち込んで、マナーにしててもなるし。なりますね。ほら、ね、こういうさ、ラジオとかテレビ、うん、ちょっとした問題よね。ね、びっくりしますよ。やっぱ電源落としたら頭にならないかな。マナーモード、うん、ね、マナーモードじゃ、電源が入ってりゃやっぱ反応しちゃうよね、きっと。
しれない。今日どれか3曲目流したいな。流れるかな。いや京都の話が長くなりそうだね。一度は行ってみたい神社仏閣。はい、続いてはね、一度行ってみたい神社仏閣のコーナーですが、その前にちょっと、はい、あのイベントの、宣伝告知をさせてください。はい、はい、来る、11月の25日土曜日ですね。はい、はい、神宮寺で、はい、この数学のイベントと言ったらいいんですかね。数学のイベント、はい、を開催することになりました。はい、はい、ですね。まあ、この、タイトル題名がですね、うん、まあ、秋の寺子屋数の言葉を学ぶということでですね、はい、はい、まあ、やるんですけど、この、まあ、あの講演会といったらいいですかね、はい、あの講師の、はい、方はですね、あのこの数学を研究している、まあ、数学者の、ね、はい、森田正夫さんという方でして、はい、はい、ね、この方も何回かお寺であのイベントをこう開催していただいているんですけれど、はい、あの、まあ、要はね、その数学者なので、まあ、数学をこう、うん、こう研究勉強している。でこの正夫さんのこの持論が、はい、あの数学を、うん、数学って聞くと、うん、あーみたいな、あーいやもういいっていうこのアレルギー反応を起こす人が多いと、ね、いますね。そうそう、 でも、はい、あのそれは数学をこの勉強として、はい、あの学問としてこう、はい、しかもこの学校でやらないといけないみたいな、はい、こう状況でやらされていたため の、うんうんうん、あの弊害であって、うん、本当は数学っていうのは、うん、こう人生を彩るため の、うん、あの素晴らしいあの教えなんだと。で前はですね、あの数学の演奏会っていう名前でイベントしてて、はい、要はあの音楽はね、はい、あのこう例えばほら楽譜読めなくても、うん、カラオケ行って歌える、うんうん、歌うじゃないですか。でほら、でなんで数式が分かんなくても、うん、数学って本当はできるはずなのに、うん、音楽と一緒で、あのなのでなこの音楽をこの演奏家がこう、ね、はい、ピアノで奏でるとか、はあ、あの歌を歌うと、はい、一緒で数学を、まあ、こう演奏しますと、うん、まあ、要はちょっとこうおしゃれな、ね、この命名をしてね、うん、でもうすごいもう面白いお話をするんですよ。うん、まあ、あのお寺でしていただいたんで、はい、このお釈迦様の仏教から見たこの数学の切り口とかね、捉え方が面白いですね。そうなんですよ。いろいろ。そうでね、今回はあのこの少し前のですね、うん、あの絵本を、うん、あの出したんですよね、はい、アリになった数学者っていうタイトルで絵本を出したんで、はい、まあ、こうそれをその本の、まあ、この発刊記念、うん、発行記念ということで、はい、はい、あの今回沖縄に来ていただいて、うん、はい、まあ、普段はね、あの京都に住んでらっしゃるんですよ、うん、やっていただくと。で、まあ、あのね、少しあの紹介ですけどね、日時が、ね、今度の11月の25日、土曜日ですね、はい、2時から、はい、であの場所が、はい、あの普天間山神宮寺です。で、神宮寺の住所が、沖縄県宜野湾市普天間1-27-11で、あの料金の方が、3500円です。で、あの学生さんは、学割がありまして、1800円で、うん、こう参加できます。で、あのこの受付、申し込みですけれど、はい、北中城にありますオマーブックスという本屋さんがあるんですけれどね、うん、はい、そちらが、この申し問い合わせ、あの申し込みの
はい、代表窓口となってます、はい、でオマーブックスさんが、電話番号が、098-933-2585 ですね、メールでもこう受付をしております、うん、でメールがですね suikimama@ybb.ne.jp となっております。ぜひね、あのオマーブックスさんにこう問い合わせをしていただいて、こうね、申し込み、いろいろ聞いて申し込みをしてください。でまたあの神宮寺でも、はい、あの申し込みあの受け付けております。で神宮寺の電話番号が、098-892-3335 となっております。ね、あのこのね、本当森田さんね、うん、まだ若いんですよ。私、そうそう、私の10個下だからまだ32か、32歳。うん、でね、面白い話も面白いしね、はい、結構イケメンですしね、へえ、うん、聞いてみたいですね、面白いですよ、ぜひね、あの皆さんこう数学ね、うん、あのこう興味あるという方、ね、11月25日、神宮寺お越しください。はい、ということでね、ちょっとこうイベントの告知でした。はい、はい、でこのまあね、この森田さん京都ね、はい、在住ということですけど、はい、まあね、ほら、あの京都のちょっとお寺の楽しみ方ということで、ね、少しお話ししたいと思うんですが、はい、あの私もあの修行中京都に、ね、うん、住んでましたし、はい、まあ、今でも、ね、年に何回か京都に行きます、うん、はい、でね、いつもというか、ね、本当に思ったのが、うん、あのもったいないな、うん、あのお寺って、はい、やっぱりあの朝早いんですよ。あ、そっかそっか、そうそう、もうね、あの大きなお寺さんになると、はい、もう朝の5時とか、はい、もう遅くとも6時には、はい、もうあの何かお寺はあの起きてもう修行とか、ね、そうそう、もう活動してるわけですよ。でも、はいはい、あの、なんていうの、観光するところ、はい、あのこの、拝観できるところって、うんうん、大体、まあ、9時とか8時ぐらいから、うん、あの拝観って言って、うんうん、あのいわゆるもうこの、まあ、なんですかね、この見学できるんですけど、はい、もうあの時間のお寺は、うん、もう寝てるんですよ私から言うと半分あのお仕事終わってって感じですか。そうそうそうお寺が一番生き生きしてるのは朝の6時から8時ぐらいまで。そうなんですね。そうなんですよ。で、ね、どうしてもその時間だともちろんあの配管のところはまだ、はい、あのゲートが閉まってますから入れないですけど、うんうんうん、別にお寺自体は大体入れるんですよ、うん、このお寺のなんですか、こう 無料の部分というか、はい、そういうところを歩くだけでも、うん、結構あの修行僧が、うん、あのこううろうろうろというかね、いたりとか、うん、あの普通に坊さんたちがまだその拝観時間前だからちょっとまたのんびりしてたりとか言って話を聞いたり、あのお坊さんのね、本当なんか修行してるお坊さんのこう姿をこう見ることができたりとかあるんですよ。へえ、じゃあ朝早く起きて行った方がいいですね。そうそうそう、だからね、どうしても ね観光ね、旅行に行くとついつい夜更かししちゃうじゃないですか。あとね、結構食べたり飲んだりして朝ゆっくりしたいみたいなあの気持ちも分かるんですけれど、はい、あのお寺を楽しみたいっていう方はね、うん、こうちょっと早起きをして、はいはい、もう6時ぐらいにはこうもうお寺にちょっとお寺を見に行くと、うん、例えばね、はい、どんなことしてるか、そうそう、例えばあのうちの その当時はね、うん、あの朝の6時から毎日お勤めを、してるんですけど、うん、この、なんですか、精進宮って言って、はい、空海、はい、空海さんいますけど、言いましたけど、空海さんに毎日あのご飯をお供えするっていうお勤めが毎朝あるんですよ。それが6時からって、でもちろんお坊さんがお勤めをするんですけど、はい、あのそばで地元 あの年配の方たちが一緒にあのお経を唱えてくれて、はい、いただいて、一緒にこうまあ参加して、一緒に入ってもいいんですか。そうそう、それで別に全然もう一元さんというかね、観光の人が来ても座って一緒にあの、まあ、唱えるのはねやっぱ慣れてなくても、そばで聞いていて見ていてみたいな感じで、もうウェルカムな、いいですね。 でそれはもう本当にもうなんていうの、もうそこの当時のお坊さんがお勤めをして、はいはい、地域の方たちがみんなでこう手を合わせてる、拝んでる、みんなでやってるっていう感じなんで、もう本当になんか生きてる、ね、見れるんですけど、もうねほら8時になるとみんな帰っちゃうから、はい、7時半ぐらいに終わっちゃうんですよ8時行っても誰もいないんですよ、そうするともうなんかもう終わった後の一般の人は全然知らないと思います。そう、そういうのは観光の本にも載らないんですよ。毎日ね6時からそういう精進区のお勤めをしてて、はい、みんなでお経を唱えるとか、あとその時に仏舎利って言って仏様 の、うんうん、あの骨を、はい、お骨をこう一人一人のこうおでこに乗せてくれる、へー、
そういうちょっと特別な体験もそうできるんですよ。だからね、そういうのに行ってほしいんですよね。だからもうぜひ皆さんね、京都行くときはちょっともう、はい、まあ、朝というかもう早朝ですね、早朝早起きがおすすめですね。早朝も6時に起きて、はい、拝観前にはもうお寺をちょっと巡ると、もちろん拝観の時間もねいいんですけどね、そういうふうに見ていただければなと思います。ぜひあの皆さん、まあ、京都だけじゃなくてね、奈良とかね、うん、まあ、大阪にもね古いお寺さんたくさんありますよね、はい、四天王寺さんとかね、あ、天王寺さんか、うん、ありますから、ぜひね早い時間行ってみてください。ということでね、今週も、坊主カフェお届けをさせていただきました。いかがでしたでしょうか。はい、ということでね、この辺で、皆さんと、お別れをしたいと思います。また、ぜひ来週もお聞きください。さようなら。お疲れ様です。